お二人初共演だったんですね。初共演ですね。どうでした？ご一緒してみて。アミューズでハンサムライブっていうのがあるんですけど、そこで何回か会ったことあるんですけど、うん、こういうお仕事のところでは初めてで、やっぱりなんか現場のまとめ役っていうか、あとはちょっと飲みの場とかでしか会ったことなかったんですけど、まあでもなんかすごいはーって弾けてんのかなと思ったら、今回結構あのインテリ役者だったんで、すごいなんかあのずっと静かに佇んでましたね。すごくなんだろうな、まあ明るいじゃないですか。でキャ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 してるし、堂々としてるから、なんか無理してんのかなと思ったんですよ。なんかちょっと、あ、この人本当は暗くてすごく何かを抱えていて、あえてその人に明るいように見せてるんだろう、こんなバカやってるんだろうと思ったら、本当にバカだ、素でバカやってる子で、すごく天然というか天真爛漫な子で、なんかそれがすごく良かったんですよ。でこの清高っていう役もそういう役だったので、まさにぴったりで、これちゃんと書いてほしいですね。これ書いてほしい、書いてほしい、書いてあげてください、うん、やっぱ海行ってバーベキューしたいですね、うんうん、それはもうデートもしかり、みんなともしかり、そういうやっぱ海とか山とか川とか好きなんで、そういうとこ行きたいですね。そうですね、まず彼女の家に迎えに行くからの、からのジャック・ジョンソン流すからの絹田公園行くからの海ほたる、はい、が定番、鉄板かなと。海ほたるはこう夕暮れのって感じですか。そうですね。後ろに控えてます、こちらの車の除幕式に移りたいと思うんですが、はい、わあすごいダサいダサいダサいぞひどいすごいすごくダサいぞ、すごい、え、これこのでか、そうですそうです、はい、そうですね、大きめに書いてもらった方がね、はい、裏も監督ありがとうございます。じゃあ皆さん、これで完成しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、これで完成形でございます。ありがとうございました。野村周平さん、賀来賢人さん、そして豊島監督、ありがとう。